朝日新聞の熱造が最高裁判所で認められた動画をご覧いただきましてありがとうございます、陳情芸でございますえっ、ー、と、一昨日になるんですかね、3月11日にですね、最高裁判所である判決がありました。 えー、これはですね、元朝日新聞の記者のですね、上村隆さんという方が、あの大学教授のですね、西岡努さんをですね、えー、名誉毀損で訴えた裁判だったんですね。えー、この裁判において、ですね、えー、上村さん側が敗訴して、ですね、えー、その西岡さんの、まあ、勝訴が確定したというようなことがありました。えー、この裁判はですね、何が争われたのかというと、ですね、上村さんのですね、名誉毀損だったわけなんですね。 えー、その名誉毀損とは何かと言いますと、彼はですね、もともと朝日新聞の記者で、えー、その、慰安婦問題のですね、えーまあ、発端になった、あまあ、キム・グハクスンさんという方がですね、一番最初にカミングアウトしたんですけど、まあ、その記事を、まあえー、お書きになられた方なわけなんですね。 でその時に慰安婦とです、ね、女子挺身隊と,というものを混同した記事を書いたということで,です、ね、それによって慰安婦というのは、その日本の国によってです、ね、日本の軍隊によって強制連行されたというです、ね、イメージを作ったというようなことをです、ね、言われている方でいらっしゃるわけなんです、それに対してです、ね、西岡さんとかです、ね、あとジャーナリストの桜井よし子さんとかがです、ね、この記事は捏造である、という捏造と言われても仕方がないみたいなことをです、ね、批判をされていたわけなんですね。 でそれに対して西、上村さんはですね2015年にですねそれに対して名誉毀損であるということで,ですね訴えていたわけなんです、先ほどですね桜井さんの話をしましたけど、この桜井さんの裁判、そして今回の西岡さんの裁判、これは一審、二審、最高裁で争われまして、結果はですねどうなったのかというと、全てですべ、ね、て上村さん側の敗訴になっています。 えー、桜井さんにしろ、西岡さんにしろですね、えー、熱臓記者と、まあ、言われても仕方ないというようなことに関してはあ、これは名誉毀損に当たらないということですね、全部こう、棄却されているわけなんですね。えー、桜井さんにはですね、昨年の11月に、そのお、最高裁でですね、判決が出て、えー、名誉毀損には当たらないということで、えー、まあ、その、原告敗訴、まあ、上村さん側の敗訴になったわけなんですけども、えー、今回ですね、西岡さんのことについてですね、え、その、まあ、判決が出て、西岡さん側もですね、え、全面、 勝訴、えーまあまあ、上村さん側の全面敗訴という形になったわけなんです、桜、まあ、井さんの側はです、ねまあいいんで、とりあえずいいんですけども、この実はです、ね、この西岡さんの側の裁判ではです、ね、えーまあ、非常に重要なあ裁判のポイントがあるんですね、それは何かというとです、ねえー、この記事の中においてです、ねえー、実はあの捏造したということがです、ね、認定されている部分があるんですよ、えー、この判決で,です、ねえー、この名誉毀損という部分がです、ね、争われたのが、ね、3年あるんですね。 えー、その内容は何かと言いますと、あの、一つ目はですね、えー、構人。この控訴人というのは上村さんのことなんで、えー、その上村さんというふうに名前を変えてですね、お話し,しますと、えー、上村さんは、キム・ハクスンが経済的困窮のため、キーセンに入りしたという経歴を有していることを知っていたが、このことを記事にすると、権力による強制連行という前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった。 2つ目はです、ねえー、上村さんが、控訴人ですね、上村さんがあ意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し、えー、遺族会の幹部である義母、義理のお母さんですね、義母の裁判に有利にするためのものであった、これが2番目ですね。で三番目、えー えー、控訴人、上村さんが、キム・ハクスンが女子停身にの名で戦場に強制連行され、日本人相手に売春をこ行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた。 ちょっと2番目のことについてお話をしますと、まあ、義母の裁判で有利にするためのものであったというのは、この上村さんのですね、義理のお母さんというのが、あまあ、韓国の方でいらっしゃるわけなんですけど、このですね、えー、キム・アクスンさんの裁判のですね、支援している運動家の方でいらっしゃるんですね。えー、だからこういうような記事を書くと、まあ、その人たちに対する援護射撃になりますよね、ということで、えー、まあ、こういうような記事を書いたんだということを言われたわけなんです。 今回のですね、名誉毀損裁判の中において、まあ、争われたこの3点のことについて言うとですね、これはの真実性があるか、もしくは真実相当性があるかというところがですね、ポイントになってくるわけです。 名誉毀損の裁判においてはですねそれが成立するかどうかということに関してはそれがですね公共性があるかとかで,ですね公益性があるかというような論点と並んでですねもう一つは真実性または真実相当性があるかということがですね求められるわけですねでこの名誉毀損裁判の中で公共性があります公益性がありますとでなおかつですねこのまあ書かれた内容が真実もしくはですね真実相当であるというふうに、まあ、見なされるとですねこの違法性というのはまあ訴却さ されるわけですね。違法ではないと名誉毀損は成立しません。とまいうようなことになるわけです。つまり今回この争われたですね。3点えー、まあ先ほど言いました。3点ですね、えー、それについてですね。で、これは真実であるか真実相当であるかということがですね。非常にポイントになってくるわけなんですよ。 で、真実相当って何かっていうとですね、まあ、現実問題として、えー、これは事実ではありませんと。真実ではありませんと。だけど、記事を書いた方がですね、真実であるとですね、信用するに足りる、まあ、根拠がありましたと。まあ、いう時にですね、この真実相当性っていうのが認められるわけなんですね。え、真実性っていうのはですね、このこれが事実であるということをですね、裁判所に認定された場合、これはあの真実性が認められましたっていう話になるわけなんですね。で、先ほどのですね、まあ、お話をしました論点の3点。 1> 第1点目がですね、上村さんが、キム・ハクスンが、そのキーセンに見下ろされたという経歴を有していることを知っていながら、あえてこれを記事にしなかったということと、もう一つは、ギリのお母さんのためにわざとこういう記事を書いたということですね。 3番目は、ですね、低身体の名で戦場に強制連行されて、その日本人相手に売春を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いたという部分ですね、このうち1番目と2番目に関して言うと、これは真実相当性というのが認められているわけなんです、逆に言うと、ですね、この真実相当性というのが認められたというのは、これは事実というふうには認定されなかったんですね。 上村さんは、金ム・ハさんがです、ね、経済的困窮のためにキーセンに身売りされたという経歴を有していることをあえて書かなかったということと、ですね、えー、義理のお母さんのために、ですね、それを援,援護を詐欺するためにわざとこういうような記事を書いたというようなことは、ですね、えー、西岡さんがそういうふうに信じたことに関しては、あまあ、相当ですよというようなことは認められているんですけど、これは事実ではありませんというふうに認められているわけなんですよ。<laughs> で、ただですね、この3番目、えー、キム・アクスンが女子停身隊の間で、えー、戦場に強制連行されて、えー、日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いたっていう部分に関してはですね、これは、あ真実と、真実性を認めるというふうになってるんですね。 つまり西岡さんの言ってることは、これはもう全く正しいんですよと。えー、上村さんはですね、こういうデタラメをあえて書いたんだと、まあ、いうようなことをですね、えー、その高裁判決は言ってるわけです。そしてですね、今回のですね、最高裁判所の判決においてもですね、えー、基本的にその部分を認めてるわけなんですよ。つまり、上村さんがあ、あえて嘘の記事を書いたということをですね、断定されたというふうにですね、言っても過言ではないかなというふうに思うわけなんですよ。これは、 捏造と言言わわれても過でではないわけで,すで、捏造というのは、ですね、公示園でおりますと、こういうふうに書いてあります。事実ではないことを事実であるようにこしらえること、そういう面でいうと、女子停身隊の名で戦場に強制連行されて、売春行為を強いられたとする事実、えー、と異なる記事、これは事実じゃないわけですからね、事実じゃないことを事実であるかのように、まあ、書いたということは、これは捏造と言われても仕方がないわけなんですよ。 そして、ですねこれはですね上村さん、えー、個人の問題では当然ありません、上村さんはですねこれはあの自分の名前で、えー、記事を書いてますけど、書かれたのは朝日新聞に書かれています、つまり朝日新聞というのは、慰安婦の報道において、えー、捏造したということが、ですね最高裁において、日本の裁判においてですね確定したということが、ですね今回3月11日にですね確定したということがですね言えるんではないのかなというふうに思うわけなんです。 このようなですね、熱造記事を書いたというですね、朝日新聞のですね、対応というのもですね、まあ、こう、厳しく批判されなきゃいけないし、これは確定判決ですから、朝日新聞はですね、こういうことに対して、実際自分たちのですね、その、まあ、紙面においてですね、ちゃんと検証した上でですね、記事を訂正し、そして謝罪しなきゃいけないと思うんですね。彼らはですね、今から6年、7年前だったかな、その、なんか許裕証言とか訂正しますとか言ってですね、まあ、しれっとしてますけども、そんなこと ことで許されるわけじゃないわけです。今回最高裁判所においてそういうようなことが認められたわけです。朝日新聞が捏造したということは認められたわけです。だからそのことについてしっかり検証して、そしてですね、読者に対してしっかり謝罪するべきなんではないのかなというふうに思うわけなんです。 このことを黙っていることは許されない。日本人の名誉のためにも、このようなことをしっかり訂正してですね、あと、ま、国際的にですね、デタラメが空調されていることに対して、そういうことは違いますよということをですね、朝日新聞がシャワーを挙げてですね、やっていく責任があるんではないのかと。それが、ジャーナリストたるものね、マスコミたるもの,の責任なんではないのかなというふうに思います。えー、動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログツイッターラインアップつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。